バスマスターズクラシック熱い3日間がついにクライマックスを迎える。世界のバストーナメントの最高峰に位置するバスマスターズクラシック。バサーなら誰でも一度は夢見るこの憧れの舞台に、田辺紀夫、桐山幸太郎、バーニー・シルツの3人の姿があった。この世界最大規模のバストーナメントは全米各地で1年を通じて行われる大会での年間総合ポイントランクの上位者だけが出場できる。全米のトッププロと肩を並べてこのステージに立つ喜びを田辺さんが語る。要するにまあ頂点の人間たち、 いわゆるもうトップオブトップがいる中で釣りをしたいっていうところからスタートしてることなんで、とにかくそのレベルまで行けたっていうね、それが最も嬉しい。トーナメント初日、田辺さんはシカゴリバーのストラクチャーを中心に攻めた。午後3時、ウェイイン。初日の田辺さんは見事にリミットを揃え8ポンド1オンス。いずれにしろ3人とも順調に滑り出した。ビッグフィッシュが混じれば十分に優勝を狙える位置につけ、翌日につなげた。大会2日目、シカゴは晴れ渡った。ウィンディーシティの異名を持つシカゴだが、この日も天候は比較的穏やか。エリアとしてはミシガン湖も内側のリバーもどちらも狙える状況だった。メインレイクでウェイトの稼げるスモールマウス狙いの勝負に出るか、シカゴを流れるリバーでラージマウスを中心に試合を組み立てるのか。もうとっとこう、その朝からリミット狙い行っちゃって、それである程度ウェイトが揃ったらまんままたスモール狙いに行く。もうどうしてもやっぱりね、2本でもいいから3ポンドクラス入れてくると一気に12ポンドまでぐらいまで行くから、ストモーンをドーンって入れるからさ、このまんま押して押して、2日目でトップ5ぐらいにランクインぐらいしたいね。一方、田辺さんはこの日ミシガン湖で最初にスモールマウスを狙ったが不発。2時間以上経ってからついに川に入る決断をした。シカゴリバーまた来ました。でこの日もメインレイクでスモールを狙ってたんだけど、延々2時間半ぐらいかな、3時間、やっぱり取れなくて、で戻ってきた。でとにかくまたリミットを釣って、それからもう一度外出るぞと。まあ、これクランクベイトで釣ってったんだけど、まあ、その後また通常のね攻めに戻して、やっぱり流れのあるエリアでやる。だけど悔いが悪い。でね、まあバイトが浅いのもあるし、なんかリズムが合わない、やばいぞっていう感じ。田辺さんは時間を気にしながら魚を探し回っていた。まあ昼過ぎ、まだねリミット取ってないんですよ。それでもでももうこれでリミット取っていかない限り、もう絶対潰れちゃうと。とにかく釣るぞ、もう気迫でこう釣りしてる。したらね、いいのが来た。これがね今回の一番、試合の中で一番いい魚ですよ。4本目ね、であと1本。でバラしちゃうんだよな、5本目の魚。これねもう頭の中ぐるぐるしちゃって、それでもここで立ち直れない限りもう絶対終わっちゃうっていうの分かってるから、もうすっげえ集中してる。
ね、一応、まあ、キーパー自分であるの分かってても確認して、でちょっとロンキーだよっていうようなジョークを交え入れる。この辺からね、こうもうリズム戻してるから、さらに入れ替えますから、すると、それぞれに苦しんだ2日目の戦いが終了。実はこの日、初日の上位選手たちが総崩れし、大会の行方は分からなくなった。バーニー、まさかのワンフィッシュ。結局5匹揃えた選手が大会を動かしていく。桐山さん、上位食い込みの可能性が濃厚。田辺さんも苦労してリミットメイクを果たし、初日に引き続いて8ポンド台をキープ。これは順位に期待が持てる。そしてこの日、田辺さんがなんと4位に、桐山さんが7位にランクアップ。これはいよいよ優勝に手の届く位置。対照的にバーニーは23位まで大きく後退して明暗を分けた。トーナメント最終日、この日のランチサイトには早朝から多くのファンが詰めかけた。テイクオフに向けて緊張が高まる。登場してくる選手たちはもちろん闘志満々。この日だけ10時間となる長い戦いを悔いを残さず釣り切ろうと、46名がミシガン湖に躍り出ていく。田辺さんは安定した高調化を図って、この日もまたシカゴリバーにこだわった。最終日、朝一からもうシカゴリバーです。もうとにかく揃えて、それから香港に出ようと思ってるんで、取るぞっていう気合のもとにこう釣りがスタートして、で1匹目はこれ早いんですよ、結構早めに取った。ただこの日、この後が大変だった。なんか食いがね、すっごい浅いで、奥まで入れると今ラインブレイクしてるんですよ。これ富士壺みたいのがねついてて、それで切れちゃう。だけど奥まで入れないと食わない。でそこがね、この日のキーですよ。でこれもうなんでか分かんないけど、流れがこうちょっと緩い、今までより。だからこう悪循環になってる。それでもでも取ってかない限りどうしようもないんで、こうやり続けてるわけですよ。これね、ミエバスがいて、これグラムスティックなんですけど、それをこう使って最終的に食わす。それまでね、散々いろんなルアーに投げて食わなくて、これで食わす。でこれがね、2本目の魚。辛い展開なんですよ。なかなか取れない。リミットすら揃わない。もう昼を回ってね、これも新しいエリア入ってるって、探しながら釣っていく。キーパーを取って、これでもまだ揃ってない。でも一箇所でね、釣りしてももうしょうがないなと思ったし、とにかくどこでもいいから魚がいそうなところに入ってって釣ってく。もうその見つけながら釣るっていうのは自信はあった。だけれどもなかなかうまく取れない。5本目、これを取る。よし、田辺さんは最終日もリミットメイクを果たしたが、
入れ替えが思い通りにはいかず、連日保ってきたウェイトには2ポンドほど足りなかった。もう1ポンド上回っていればこの時点で1位だったが、トーナメントの世界にもしもはありえない。田辺さんは潔かった。見てほしい、まだ途中ながら日本人選手が1位2位、世界最高のステージでの快挙だ。しかし2日目のリーダーは強かった。名誉ある46選手のシカゴの熱い3日間の戦いは終わった。そうそうたるメンバーに挑んで桐山幸太郎を4位、田辺紀夫6位、この堂々たる上位入賞が痛快だ。トップ10に揃って名を連ねた2人の日本人選手に惜しみない賛辞が寄せられたのは言うまでもない。戦い抜いた男はしかし燃え尽きてはいなかった。結構テンパった。もう終わったからいい。でもやっぱり ああやって行っちゃうのを見ると、うわやっぱり行きたかったぞって思うような、うん。